ちゃんです。どんちゃんです。おっちゃんです。茶色です。茶色です。今回は、ミニロト、5月16日分と5月23日分の発表になります。寝よ、はい、寝よ。どうなった？じゃあ番号を読み上げてください。16日分から。はい、じゃあいきます。8。これここに書いていいの？いいよ、多分外れとるで。いくよ。8、うん、20、21、22、27。うん、どう？一口目が一個だけ数字当たってて、うん、二口目で2つ。これね、実は二口目の2つね、うん、どんちゃんが予想したやつなんだよね、確か。おーおー、あれ、あれ俺が本気出すかって言ったやつ、うん、いや、それはビンゴの方なんだよ。そうかそうか、うん、右の音は本気出してないはずなんだよ。じゃあビンゴの方楽しみだね。そうだね、本気出してんだもんね。ビンゴの方は本気出しとんだけどね、うん、まあ、右の手はだからそういうドンちゃんちょっといい感じで当たっとったんだけど、ね、僕らがダメだったって言ったからね、うんうん、そうですか。とりあえずじゃあ5月16日分は外れです。はい、じゃあ次5月23日分結果言います。はい。2 7 7 8 8 14 14 23 23。うん、一口目は何も当たってなくって、二口目がまた8。うん、これ8ドンちゃんが予想したやつだね。うん、ね、2週連続8きた。うん、まあでも他の俺らがダメだったってこと。頑張りたまえ。すいません。すいません。うん、ということでミニロトは全然ダメでした。もうドンちゃんに全部予想してもらうか、ミニロト。あ、ドンちゃんちだよ。あ、いいよいいよ、そいいんじゃない、ね、おう、まあそれまた考えよう、うん、ねえ、頑張りたまえとか超上から言われたし、うん、次の予想楽しみだね。ねえ、すごい楽しみ。すみませんでした。ということで今回は残念ということで、また次回の予想頑張ってしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。